ネルです。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はですね、まだ本当は今は10月なんですけど、クリスマスツリーを出そうかなと思います。クリスマスツリーって今まで1回も出したことなくて、一軒家になりましたからクリスマスツリーを注文したんです。カメちゃん生まれて初めてのクリスマスツリーだよ。聖吉聖八もお家で初めてということで出して飾りましょう。はい、なんかもうね、いろんな家事しすぎてもうすでに汗だく。撮ります、撮りましょう。説明書も英語やから全然わかれへんねん、こんな。ちなみにこれはいろいろ自分がネットで調べてネットで買いました。なんかね、松ぼっくり付きやつかな。どれくらいの大きさになるんですか。これね、180cm。それはどうなってるんですか。なんか枝がくっついてるから、これをこうやって広げることでちょっとふさふさ感が増すと思う。せいきちゃん、こんなん初めてやな、クリスマスツリー。うん、めっちゃ結構さ、簡単にパッパッパってできるんかなみたいな。はーい、あ、今日ね、実は私の誕生日なんです。それで旦那さんがいろいろご飯注文してくれてて、それが届いたんちゃうかな。誕生日見てごらん、お家の中に木が生えたね。木が生えたね。なんやこれ。誕生日でもうすぐハロウィンで言うとときにツリーを出すか言って。前のご自宅の時はデコレーションとかはされてたんですか。いや、何にも前の家は、前家にあった観葉植物にちょっとライトをつけてちょっとチカチカさせるぐらいはしてたんだけど、こんなツリーなんて初めてよ。私がちっちゃい時、子供の頃お家に大きいツリーがあったような気がするけど。見て、先日が今落ちてた松ぼっくり、こうやって立つんです。あ、ここに、ね、あれ、先日松ぼっくりって前英語でお母さん教えてくれた。パインコン。パインコン。あ、やばいやばい、ジートって食べようわ。なんでこうじゃん、これ食べたらあかんの。嘘もんやから、こうめちゃん本物でも食べたらあかんけど。あー、後ろもうちょっとした方がいいかな。うせやん、せいきちすっごい見てくれるな、ありがとう。なんでもそんな興味あるの、嬉しい、こんなのくらいな。こうめも大きなったりしようの。お母さんのやつ全部あげるからね。え、なんで、こういうピアス、せいきちもしたい、こういうピアス、こういうピアス。穴、穴開いとんねんね、これ耳に。開ける、痛い。いつ開けたっけな、高校生やったかな、うん、痛かったかな、うん、お母さんはね、自分で開けずにちゃんと耳が、耳のお医者さんのところに行って開けたかな。よっしゃ、よっしゃ。ねえねえ、これはもう、いや、これ誕生日とごちゃない。今日それラジオの ABC ラジオのスタッフさんにお祝いしていただいたスタジオにあったやつを持って。今日は10月23日です。マイバースデー。これはコストコで旦那さんに買ってもらった粉がちょっとね、あまりにもひどかった家やなと思って、ちょっと足りんかった家やなと思って、なんかね、これは IKEA で見つけ、 IKEA のネットでなんかツルツルのシンプルなやつ見つけたから、それはもう割れない、割れない、割れない。あ、これ上が触っても割れない。すげえな、一回だ、好きなとこにもうジャンジャンがつけちゃっていいよ。聖吉はこういうの大好きなんだよな。はい、そうやね、聖吉さん、お母さんじゃん。うわー、ジュニア聖吉くん、わけわからん、楽しい。うん、めっちゃ楽しい。こういうのめっちゃ大好き。すっごい綺麗けど、これはもうあまりにもうち香味がもう全部食べちゃうから、こういうのはちょっとやらんとくわ。セイキチ組みして、それどんなの、うん、口にカメラにちょうだい。紐通さんねえの便利やな、うん、
あ、いいやん、聖吉、いろんなところにつけてくれてるやん、もうすでに。ていうか、結構な数になりそう。数が多いから、いっぱいつけて、こうジャッジがつけて、こう聖吉の選手に任せる。いい思い出やな、聖吉。いいやん、まあ、ポメちゃんサッとだけやろ、いいよ。もしかして、え、後ろがなさすぎ、もう全員とつけなくてもいいから、ね、十分な数やな、またやめておきや。はいはいはい、絶対します。かわいそう、これ、大丈夫、見て見て、めっちゃ可愛いな。こんなん絶対しないとあかんでしょ。これも全部息や。で、こっちは多分このリボンの方が可愛いから、リボンでちょっとやってみる。じゃあ、ここ切って。ここめっちゃあるから気をつけて。ほな、聖吉、これでさ、ちょっと貸して。ありがとう。じゃあ、お母さん切ってね。お母さんするから、聖吉好きなところにこれつけてもらっていい？こうやってさ、自分でさ、もうこれ全部買いに行ってないよ、通販で。あ、コストコの子は見て。買ったけど、他はもう全部通販でさ、IKEA で今回は全部揃えたけど、実際に店舗に行かなくても買えるっていうのはすごい便利ですね。ねえ、あの思った以上になんか高級感がある。まだ広じゃん。だいぶもう完成が、いや、もう見えてきた。めっちゃすごいやん。しかもすごいなんかいい感じよ、聖吉。これ聖吉くんのこだわりがすごいですね。すごいね、こういうの大好きやねん。キラキラ綺麗なものとか飾りとか、こういうのすごい好きやな、聖吉はな。あ、上手上手、聖吉。ここ、お母さん、てっぺんにさ、あの蓋つけて、もうつけてもいいか、お母さん。いいで、いいじゃん、うん、てっぺんついた、聖吉。いついた、ついた、ついた、ついた。 OK、 聖吉、これで終わりかな。じゃあ最後は聖吉に任せようかな。これ最後、ハート。これもセットでついてるんです。違う違う、別で買うんですよ。これはアマゾンで買ったから。いいんじゃない。聖吉どう？いいね、完成。あやちゃん完成。いいよ、いいよね、クリスマスムード。うち入ってきた時ドーンと可愛い。お母さんが一番テンション高いか。今日はお母さんのバースデーパーティーがあるけど、素敵なクリスマスムード漂うバースデーパーティー。いいですね。はい、聖八、聖吉、コメちゃん、はいはい、これここのツリーに向けてつけてみて、下の方、コメちゃん、コメちゃん見てて、あ、コメちゃんついた。いっぱいノーだね。あ、コメちゃん、ハチ見て、ほら、サンとか、あ、コメちゃん、初めて見たね。あ、どう、聖吉どう。聖吉が作ってくれたツリーにお母さんライトつけたよ、どう？いいね。ん？なんかさ、このさ、ここにさ、なんかともクリラピカンってしたって、なんか楽しそうだけどさ、うん、ちょうどそれにね、いろんなモード、もうちょっとピカピカするやつやってくれない？玄関のやつは消えへんのか。うん、人ライターピカ、人ライターが無理やね。あ、そうか。カメちゃん、はい、ハチ全然興味なし。いや、ハチ見てよ、ライト。どうですか、聖吉くん。いいですね。わーい、わーい。きれい、来て、キラキラキラ見て、コムちゃん。キラ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 ー。